はい、今回は、本因坊戦の予選 A から張九段対張立八段の碁を、見ていきたいと思います。はい、張さんの先番ですね。はい、そうですね、最近はそうですね、こういうようなミニ中国流とかね、そういう手はほとんど打たれなくなりましたね。はい、昔は流行ってたんですけどね。はいはい、受けずに両掛かりですね。はい、この形も多いですね。はい、はい、これだけ決めて受けました。はい、で白も開いて、はい、三々ですね。はい、そうですね、例えばこの場合こちらからかかると、もうここはね硬いので、このような感じで隅を頑張られてね、打たれてしまう可能性があるので、はい、それを拒否してね、もう早速三々ですね。はい高くかかって工夫されましたね。まあ、ここは、まあ、二段バネして、地を取るっていう選択も、まあ、一応あるかなとは思います。はい、この場合は黒もこの辺り構えられますかね。こちらで打たれました。はいこの高い角換わりはね、地が損なのでね、結構勇気のいる手なんですけど、はいまあ四隅取って、はい張さんはね、おそらく不満ない、かなと思っていると思います。はい、これはまあ様子見ですね。まあ、どう打ってくるか。はいまあ、切るといろいろこういうところね、利き筋ができてしまいますんでね、はい、まあ表しやすいと、はいまあ、白は全体を攻めに行きましたけどね、はいただこれは結構これで形になってきましたね。はいはい、白も強い石ではないので渡りましたと。まあ、この辺りの数子はね、おそらく捨てても、いい打ち方、いいと、ね、思ってると思います。例えば切れば取られるんですけど、この場合はこう捨てて、はい、例えばこちらとかに打って、はい、これでね十分対抗できると、はい、と思ってると思います。なので白も、はい、それを拒否しましたけど、覗きに効きませんでしたね。はい、こちらを連打して、はい、白は襲いかかりに行きましたけど、はい、例えばこういうような形はこう伸びられて、このコウをね、まあどう打つか難しいですけど、こう頑張りながらコウ材はあるのでね、こういうここを頑張ってこられそうなんで、ちょっと白も嫌でしょうかね。なので止められないということで、はいはいまあ、黒はほぼ連絡して、はいまあ、地合いがねリードしていると、はい、思いますね。はい、下がりを決めてから、はいはい、そうですね、黒は相場は受けるぐらいですけど、まあこの辺り打たれてもねちょっと足りないと見ての勝負手ですね。はい、ここはツケまでね行くのが手筋ですね。はい、取るんではなくて、順調にね黒は寄せていますね。はい、そろそろそうですね終局になりそうです。はい、ここで投了となりました。まあつないでて、まあ、手はないですけど、はい、地合いが足りないということですね。はい、ということで、そうですね、張さんがうまく、はい、しのいで、そのまま地合いでね、リードしたと、思います。はい、じゃあ、それではこの辺りで終わりにしたいと思います。はい、それでは失礼します。